こんにちは、プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。今日はベランダに涼しげに咲いたブルーのこちらのルリ祭りと、この暑い中でも返り咲いてくれているバラのノアゼットローズのブラッシュノアゼットとともにお届けしています。緑の扉では新月と満月のタイミングを大切にしています。今のカレンダーは地球の公転運動に基づいて作られた太陽暦でできています。地球が太陽の周りを一周する365日を1年と定めています。欧米ではグレゴリオ暦と呼ばれています。この太陽暦とグレゴリオ暦が日本で採用されたのは明治に入ってからです。それまでは月の運行をもとに作られた太陰暦が使われていました。太陽暦に改暦したきっかけは、明治維新になって積極的に世界との外交が行われるようになったからです。グレゴリオ暦を使用していた欧米諸国と条約調印の日を決めるときに太陽暦の方が都合が良かったということです。暦は中国から伝来し、604年に日本最古の暦が作られたと言われています。日本最初の暦は太陰暦でした。明治に入り太陽暦へと改暦されたのは1873年、1269年もの長きにわたって日本はずっと月の満ち欠けに従った暦を使っていたということです。太陰暦の場合、新月から次の新月に入る前日までを1ヶ月とします。新月の日が1日、満月を迎える日が15日、16日から月は欠けていき、新月を迎えると翌月になります。つまり新月の日が1ヶ月の起点となっています。7月は29日が新月でした。私たちが使っている太陽暦では29日というのは月末のイメージでしたが、太陰暦では新月となる7月29日が月始めにあたります。緑の扉では新月と満月のタイミングを大切にしています。7月29日の新月は獅子座のエリアで起こりました。獅子座が司っているものはいろいろあるのですが、一番重要なのは想像力です。獅子座は自分のアイデンティティをしっかりと持ち、他の人にも認めてもらい、自分の存在価値を見出すという役割もあります。そこでこの新月には想像力を引き出すパワーがあります。クリエイティブな能力や感性は全ての人にあります。日々の生活の中でそれが生かされていることも多くあります。この新月の頃から何かを作りたいという創作意欲が湧き起こってくることがあります。その気持ちを大切に、ご自身で何か作り上げていくのも良いかと思います。先日の動画でもお伝えしましたが、8月6日まで夏の土用期間です。またスピリチュアルの世界では7月26日から8月12日までがライオンズゲートといって、展開とよくつながることです。ライオンズゲートが最も開く8月8日は占星術で太陽が獅子座のど真ん中に位置する日です。獅子座イコールライオンの強いパワーと太陽のエネルギーが重なることで、普段は閉じていてなかなか届かない宇宙のエネルギーが地球上へと降り注ぎやすくなると言われています。ライオンズゲートが開いている期間は力強いエネルギーが充満していて、私たち一人一人にエネルギーが届いています。宇宙のエネルギーをキャッチできる人にとってはポジティブなパワーを感じられる時期です。願望が実現しやすくなるタイミングとも言われています。またエネルギーが強すぎて体調を崩してしまう方もいらっしゃいます。ライオンズゲートが開くと、普段は閉じていてなかなか届かない宇宙のエネルギーが地球へと降り注ぐようになりますので、新しいことにチャレンジするのにも絶好のタイミングです。挑戦したいと思いながらなかなか踏み出せなかったことをこの時期に初めて見られるのも良いかと思います。何かを作りたいという創作意欲が湧き起こってくると、対策ではなくても手芸で何かを作る、写真を撮る、文章を書いてみる、新しい趣味を始めてみる
なども良いかと思います。小さい頃に夢中になっていたことを思い出して、大人になってからもう一度その才能を開花させる方もいらっしゃるようです。はっきりとした自己を確立し、どんな相手を前にしても堂々と振る舞えるだけの自信がつきます。8月6日に夏の土曜期間も終わります。ライオンズゲートのエネルギーが強すぎたり、夏土曜の最も暑いこの時期で体調を崩されている方もしっかり養生をされて、心と体の声をよく聞いて8月を迎えられますようにお祈りいたします。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。面白かったという方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。